FC アウクスブルクは、ドイツバイエルン州アウクスブルクに、本拠地を置く、サッカークラブ。2020から21シーズンは、国内プロトップリーグであるブンデスリーガに所属しており、クラブ会員数18,800人は、シュバーベン県に拠点を構えるサッカークラブの中で、最も多い会員数である。1907年8月8日、FK アレマニアアウクスブルクとして設立された。 第二次世界大戦前までにおける最大の成功は、1940年のバイエルンリーグ準優勝である。1970年代から1980年代前半にかけては、ブンデスリーガ2部と地域リーグを往復し、その後はほぼレギュオナルリーガ3部に定着していた。2000年にオーバーリーガに降格したものの、2シーズンで3部へ復帰を果たした。2006年、 レギオナルリーガで2位以下に大差の勝ち点をつけて優勝を果たし、23年ぶりのブンデスリーガ2部昇格を果たし、その06から07シーズンでは14勝10分10敗の特殊点差プラス11で7位という成績を収めた。2010から2011年シーズンでは2位となり、クラブ史上初となる一部への昇格を果たした。2011年10月15日、 一部初ゲームとなった、この日の1、FSV マインツレ5 0にて0から1と勝利し、一部初勝利を挙げた。一部1シーズン目は安定した成績を収め、余裕を持って残留となったが、2シーズン目は得点源として期待されたアリスティード・バンセの不調などもあり、リーグ前半戦で勝ち点9と極度の不振に陥った。しかし、 冬に加入した新戦力池東が後半戦のみで5ゴールを挙げるなどリーグ後半で勝ち点24を稼ぎ最終節のグロイターフィルト戦に勝利したことで降格権を抜け出し劇的な残留を果たした2014から15シーズン40歳の青年監督マルクス・バインチールに率いられたアウクスブルクは躍進しラグナル・クラバンや ラウール・ボバディジャラ DF 人の奮闘もあり、リーグ戦5位でフィニッシュを決めた。これにより、クラブ史上初の UEFA、ヨーロッパリーグ出場権を手にすることができた。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。